はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、大きなパキラということで、今日はこのでかい編み込みパキラをほどいていこうと思います。これ今日オリは映れないぞ。映りたいの？オリ見てみる？じゃあおいで、おいで。よいしょ。オリ。すごいね。よいしょ。はい、以前ちょこっとね、お話しさせていただいた、斑入りの巨大パキラですね。いやー、これ買うべきかなーとかね、お話ししてたんですけど、いや、植物は一期一会ですよっていうコメントもあって買ってしまいました。なかなかね、いいお値段しましたので、今月は僕はもやし生活です。で、これは編み込みパキラって言って、複数の株を編んでいるパキラなんですよ。見たことある方もね、いらっしゃると思うんですけど、で、今回の動画はまずなんでこのパキラがいいパキラなのかっていうのをお話しさせていただくのと、あとはなんで編み込みをばらさなきゃいけないのか。で、実際にうまくいくかはわからないんですけれども、ばらしてみるっていう流れで動画を構成していこうと思います。興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で、まずこのパキラの特徴のお話をさせていただきます。で、これやっぱ一番のね、特徴はこれなんですよ。斑入り。これ全部で5本入っているんですけど、そのうちの1本がこうやって斑入りになってます。この斑も、よく見かけるミルキーウェイっていう白い斑のパキラがあるんですけど、それとは別で黄色の斑が入ってます。まあなかなか見かけないタイプの斑かなっていうのと、あとはこれ僕のね、すっごい大好きなモザイク柄なんですよ。僕ね、モザイクの斑がすっごい好きなんですよね。色も濃い緑、薄い緑で黄色っていう感じで3色で構成されてます。まあ、ムーンライトとかみたいに黄色の斑が入る品種っていうのももちろんあるんですけど、まあそれとはまた雰囲気が違った感じですね。ちなみにこれお値段が、1万8000円でした。あの1万8000円っていう値段はね、もちろん高いんですけど、このサイズの斑入りのパキラだったらまあまあかなっていう気もするんですよね。痛い出費です。ただなかなか手に入らないですからね、実際。あ、でもあの、たまにあるんですよ、こういう斑入りのパキラが混ざっている編み込みとか。あとは、いや、そんなに植物にお金かけられないですっていう方ももちろんいると思うんですけど、稀に、ごくごく稀に、ダイソーさんとかみたいに100均でパキラ売ってるじゃないですか、未生のパキラ。あれに斑入りが入っていることがあるっぽいです。稀ですけど。だからパキラの斑入りって意外と混じっていることありますので、いいなと思った方はぜひ探してみてください。ああ、もうパキラ持ってるし、別に興味ないからいいやとかじゃなくて、とにかくあったらちっちゃい、苗でいいんで、見るようにしていただくと、そのうちひょっとすると見つかるかもしれないです。ちなみにね、これは、編み込みパキラもう一個別で売ってたんですけど、それはノーマルなんですよ。斑入り一切入ってないです。そのノーマルのパキラの編み込みと同じ値段です。だから斑入りが入ってるからものすごく高かったかって言ったら、そういうわけではないです。ある意味ノーマルの中に混じった、当たり鉢、当たり株だったっていう、子です。はいね、ラッキーラッキーということで。で、この手の大きな斑入りって接ぎ木されてることが多いんですよ。まあ編み込みはまたちょっと別かもしれないんですけど、よくミルキーウェイなんかは接ぎ木されてるのを見かけます。ただこの子は接ぎ木じゃないんですよ。まず葉っぱのね、根元見ていただくと、継いだ跡がないですし、ちゃんとこの編み込みの中にも斑があります。なので、接ぎ木だとかがされてないっていう点でも、まあ結構いいものですね。接ぎ木がダメって言ってるわけじゃないんですけど、あの、パキラ好きな方は、接ぎ木じゃないものにこだわったりとかしますので、
まあそういう点では、うん、高かったですけど、お買い得かなと思います。ちなみに1万8000円あったらちっちゃいですけど、多分ミルキーウェイの2章とかは普通に買えると思います。ネットになりますけどね。まあただこの柄はあんまり見ないですね、やっぱり。うん、まあたまに売ってますけど。で、編み込みパキラって、まあなんでほどくかっていうと、まあ結論から言うと、ちょっとダメになる可能性が高い感じです。まあ、長くね、うまく育ててるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあよく聞くのは、この5本編み込んでるうちの1本が枯れちゃったとか、そういうのをよく聞きます。まあなんでそういう風になるかっていうと、まあ当然違う個体が寄せ植えされていて、それを絡ませてるんですよね。なので、成長する過程の中でどうしても圧迫されて、それで弱っちゃうっていう個体が出てきます。で、あとは同じ鉢の中に5本入っているんで、やっぱり個体ごとに求める水の量とかも違ってくるんですよね。なので、調子が崩した時に、結局他の子たちに合わせて水をやることになるので、それで回復させることができなくて、腐っていっちゃうなんてこともあります。まあそういうのもあって僕はほどいてあげます。だから編み込みパキラもし何かの拍子に手に入れて、いや長生きさせたいなっていうふうに思うんだったら僕はほどくことをお勧めしますけど、まあ別にそんなの気にしないですよ。編まれているのがいいんですっていう方は、まあそれはそれで楽しみ方なんでもちろんいいと思います。必ずしもほどかなきゃいけないっていうわけではないので、その辺はご自分の好みに合わせて対処していくといいんじゃないかなと思います。で、今回の子は割と、まあ、木質化もそんなに進んでるわけではないので、多分ほどけるとは思うんですけどね。さて、どうするかな？はい、こんな感じのラベルがついてますね。記念樹って書いてます。まあ、あんまり自宅でこういうの買う人はいないのかもしれないですね。まあ贈答用って感じなのかな。贈答用というかなんかオフィスとか車屋さんの玄関のとこに飾るとかね、そういう感じなのかな。まあ作業的にねやりやすくするんだったら、まあ僕これ斑入りをメインに買っているんで、斑入りの子以外の葉っぱを全部切り落とした方が作業しやすいと思うんですけど、今回はあえて切り落とさないで頑張ってみようかなと思います。まあ、葉っぱ切り落としてもね、また後で生えてくるんで、もちろん大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、なんかもったいないんで、はい、ギリギリまでやってみようと思います。頑張ってみます。いやって言ってもね、最優先はやっぱり斑入りの子なので、まあ、その子はね、傷つけないようにっていう感じなんですけど、あれどれだ？あ、これか。ね、見えないですもんね。これが斑入りの子ですね。で、横から目も出てるんで、傷つけないようにしなきゃです。いや、これね、大きいから、葉っぱが、絡まって、カメラがね、映んなかったりとかするんですよね。あ、ダメだ。ごめんなさい。葉っぱ切らないですとか言いましたけど、葉っぱ切ります。これは、ダメだよ、ダメだ。できんわ。できんかった。斑入りは葉っぱ切らないようにしたいから、まあ、別にこれ、この辺からバツッと切っても大丈夫ですよ。横から出てきますからね。ちょっと僕は、いろいろあってギリギリまで葉っぱ取っときたいんで、こういう面倒なやり方しますけど。まあ、やってみますとか言ってますけど、僕も今まで編み込みほどいたことってないんで、
ちょっとドキドキなんですけどね。なるべく斑入りの子が大事なので、その子はいじくらないようにしていきたい。で、大変だよ、難しいっていう方とかは、まあ一本犠牲にしちゃうんですけど、こうバツバツと切っていって、あの一本こう抜きながらやっていくっていう方法もあるみたいです。まあ犠牲にしてって言ってもね、あの切ったところからまた頑張れば増やすこともできるんですけどね。ちょっとかわいそうなので、なるべくそういうふうにはならないようにしてあげたいんですけど、いや、なるべくみんなね、綺麗な状態で助けてあげたいんだ、ね、この辺は今ほどけてますね。太くなってくんでだんだん硬くなりますからね。斑入りは最優先で残しつつ、あ、目取れちゃった。斑入りじゃないやつだけど、まあ、しゃあないな。うわぁ、斑入りに負担かかるな、ここは。どうすっかな。どれが緩めばいいんだ。斑入りを浮かせるか、斑入りじゃなくこっちを浮かせて、斑入りもちょっと浮かせて、で、この子をずらして、よいしょ。おあ、ごめんな、誰か。んで、よいしょ。あの、多分誰かバキバキになってますね。ごめんね、本当に申し訳ない。後で何とかしてやっからな。もうちょいいけるか。こうか。こうでしょ。こいつが外れるな。じゃあよいしょ。おう。よし。あ、斑入り取れるわ、これで。おい。ほどきました、ここまでいった。ちょっとごめんなさい、行儀悪くて。そういえばこの前なんか100均の植え替えシート買いましたよね。使えっちゅう話なのにね。アホやわ。アホや。もう、よいしょ。よし。はぁ、取れた。はい、これ斑入り。斑入りの根っこ。はい、掃除も含めて全部終わりました。こんな感じでーす。ニョキニョキニョキーって感じですね。はい、今手前にあるのは、あれですね、ノーマルの子たちですね。で、これノーマル。
こんな感じ。いや、疲れたわ。疲れた疲れた。うん、すっきりしましたね。まあ、編み込みされてた子たちなんで、癖はついてますけど、これはこれで面白いかなとは思います。まあ、なんか切り詰める場所によっては、わざと曲げたみたいになるかなっていう感じ。で、今回ね、やってみていくつか反省点がありましたので、まあ、お話ししていくと、まず、ブルーシートなりなんなり、敷けっていう話ですね。はい。ちゃんとね、敷物、やった方がいいですね。当たり前の話ですけど。で、なるべく葉っぱ残してあげたいとか言ってましたけど、葉っぱ残しはやっぱ難しかったです。うん。だから最終的にやっぱ切っちゃいました。なので、もし、ほどきたいなっていう方いらっしゃいましたら、うん、やっぱ切ること前提でやっていかないと、できないってことはないかもしれないんですけど、難しいとは思います。あとは、外してる時にバキッバキってね、2、3回音鳴ったんですよ。で、どれが折れたのかなって思ったんですけど、結局ね、どれがそういう風になってるか分かんなかったんですよね。傷が全然表に見えなくて。まあだから、まあ、ひょっとすると内側の方でバキって言ってたりとかして、そっから痛みが発生しないかなっていうのがちょっと心配なところです。まあ、斑入りの子はあんまり動かしてないんで、多分斑入りがバキってなったわけじゃないと思うんですけど、まあ、もし斑入りがそれでおかしくなっちゃったらもうショックで立ち直れなくなりますね。はい。だからまあもしそういうのが心配だよっていう方は、やっぱ一本なりね、何本かちょっと犠牲にするなりして、こう切り詰めながら外していった方がいいと思います。いや、大丈夫かな、ほんと。斑入りがバキバキなってなければいいけど。まあ、外す過程の中で他の子たちをね、動かしていたとはいえ、変なテンションかかって、それでバキって言ってたらもうショックですよね。大丈夫であってほしい。大丈夫であってほしいな。で、これはね、この高さであってもちょっと扱いづらいので、まあ、ある程度は切ります。3分の2ぐらいにするかな。3分の2ぐらいの高さに切って、で、斑入りの子も、いずれまたね、剪定したりとかすることあると思いますので、その時に、接ぎ木を今度やってみようかなと思います。そう、この、ね、残ってる子たちに接ぎ木をして、で、うまくいけば、まあ、たくさんあってもね、仕方がないので、うん、まあ、売るなり、よく行く園芸店にあげるなり、なんなりして、はい、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、なので、いずれ接ぎ木ができるように、まあ、養生してあげようかなと思います。はい、ということで今日はこちら、斑入りパキラの編み込み外しをやってみました。まあ、僕もやってみていろいろいい経験ができました。もし編み込み解きたいなと思っている方いらっしゃいましたら参考にしてみてください。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。